義妹生活最終回。最後まで意識が高かったね。距離を少しずつ詰めながら、迷いながら、自分の気持ちや相手の気持ちをしっかりと考えて進む珍しい恋愛アニメでした。こういう心理描写に全力を注ぐアニメは本当に斬新でしたね。以上、義妹生活のお話でした。